はい、どうも、ケマイです。今回なんですけども、ディアブロ4ソーサラーの凍結アイスシャードビルドを紹介していきたいと思います。はい。いやー、見つかりました。これ、最強です。はい。まあ、最強かどうかはわかんないんですけど、個人的には、まあ、めちゃくちゃ強いなと正直思うね。まあ、そんな状態でしたね。はい。まあ、先日、ヒドラウォールっていう、割と低レベルから使えるようなビルドを紹介したんですけども、まあ、このビルドは、まあ、低レベルっていうよりは、中盤以降、まあ、具体的には、スキルポイントここら辺までちゃんと最後までね、触れるようになってからっていう感じなのかなと思っています。はい。まあ、そんな感じで、今回紹介していくんですけども、はい。まあ、ちょっとね、実際の映像を見てもらったらわかりやすいかなと思うんで、こちらの映像を見てください。ですね、まあ、こちら先日配信していた時の映像なんですけども、まあ、見てくださいと、もうとんでもない火力を出してるじゃないですか。あとはまあ本当にこの HP の高い敵っていうところ もうバシバシ削っていきますよと。で、その範囲の殲滅力っていうところもめちゃくちゃいいよっていう感じで、まあ、とにかく火力面に関してはもう現状申し分ないのかなと思っています。で、実際にこれ回っているダンジョンっていうのも結構ね、難しめのところ回ってるというか、まあ自分のレベルに対しては割と適正というか、全然火力は足りているんで、まあまあ本当に申し分ない状態かなと思いますね。はい。まあ、メインでやってるのは敵を凍らして、そこにアイスシャドウをぶつけるっていうだけなんですけども、まあまあまあ、それがメインとなってるんだけど、クールダウンスキルをね、まあいろいろ駆使しながら火力を出していきましょうね、という感じになってます。まあ欠点としては、やっぱり僕今、テレポートをね、入れずに、やってるんですけども、それによって機能力がめちゃくちゃ落ちてしまってるっていうのがあって、まあそこがね、ちょっと課題かなっていうくらいかなと思います。あとはまあ、クールダウンスキルを全て切ってしまった時の、本当に弱さというか、まあ、火力面というか防御面でね、めちゃくちゃクールダウンがないときついよっていう状況に陥りますね。まあ、そんなところでね、早速紹介の方行きたいと思います。まずはスキルビルドの方からですね、こんな感じで撮ってます。はい、もうざっと紹介していくんですけども、まずフロストボルトを振って、でそこから左に曲がっていきます。でそれで基本スキルは OK で、コアスキルに関しては、アイスシャードに振っています。まあ最初はね、もしスキルポイントがなければ1ポイントでもいいと思うんですけども、最終的にはもう全ポイント、ここにつぎ込むという形でやってくれたらいいのかなと思ってます。増幅まで取りましょう。で、そこからですね、防御スキルの方に行くんですけども、そこでは、こちらのアイスアーマーとフロストノバを、取っています。アイスアーマーなんですけど、これ結構強くて、まあ、本当にね、つけてる間、25% MP の回復率がね、こう上がっていきますよっていう感じなんで、これによってうまいことをマナのね、リソースっていうところを回していくっていう感じなのと、さっきのこのアイスシャードの方に戻るんだけど、このビルドの仕組みとして、これが強いんですよね。障壁が発生してる間、アイスシャードが敵を凍結したものとして扱うっていう感じなんで、もうこれね、アイスアーマー張ってる間は、もう敵が凍ってるのと同列に扱いますよっていう感じの、もうぶっ壊れスキルなんですよね。そんな感じで、まあここら辺を合わせることによって、まあめちゃくちゃ強いね、状態をずっと維持するという感じです。で、フロストノバに関しても、これ、強制的に敵を凍らせることができるので、まあもう強いよねっていうのは言わずもがななんですけども、まあさらに強いところがあるんで、それはちょっと後で紹介します。はい。で、召喚スキルの方なんですけども、アイスブレードを取ってます。これ取ってる理由なんですけども、特にそのアイスブレードの火力をね、期待しているっていうよりは、このアイスブレードのこの効果が強いんですよ。召喚のね、効果が強くて、クールダウン時間短縮量の 20% が他のスキルにも適用されるっていうことなんで、まあ、結構このビルドのね、主体となっているそのクールダウンっていうところなんですけども、アイスアーマーのクールダウン、フロストノバのクールダウンとかね、まあ、そこら辺のクールダウンっていうのが結構下がるんで、スキルの回転率がね、純粋に上がりますよと、そのために取ってるという、まあ、そういった感じです。はい。で、そこから、精密魔法と、元素の加護、そして守護を取って、まあ、その防御面っていうところを取ったり、火力っていうところを、まあ、維持するっていう感じですね。あ、そしてマスタースキルなんですけども、ここを取ってます。これめちゃくちゃ強いですね。自分の障壁の持続時間が 15% 延長されますよと。まあ、これ取ってる理由、まあ、皆さんわかると思うんですけども、さっきのね、アイスシャードの障壁の時間中に凍結したものとして扱うっていう、これにこう紐づいてきます。はい。で、まあ、凍てつく障壁っていうところ、この障壁が一つ発動している間、与える霊気効果が 8% 増加しますよとか、まあ、ここら辺かなりシナジーあるんで、もう取っていくという、まあ、そういった感じですね。
はい、で扇の方なんですけども、ディープフリーズもちろん取ってます。このスキルマジでぶっ壊れてるというか、本当に強いというか、まあ、生存能力がぐっと上がるんで、まあ、これは本当におすすめできる、まあ、スキルかなというふうにちょっと思ってますね。もう本当にめちゃくちゃ強いです。あとは、まあ、さっきのねこのアイスブレードと相まってクールダウンもねめちゃくちゃ短くなって、かなり回転率上がっているんで、まあ、本当にこれ取っといて損はないです。てか、まあ、必須スキルですね。でここはもうフルフル3ポイント全部振っていくっていう感じ。まあ、特にこの一番最後に関しては結構 MP のね回転率にもめちゃくちゃ影響あるんで、もう全部取っちゃってます。まあ、そして最後なんですけども、もちろんこの粉砕というスキルを取ってるんですが、これがめちゃくちゃ強いです。はい、あの凍結した状態が解除された時にそいつが爆発するんですよ。でそれがもう本当にバチ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 爆発しまくるんで、敵が多ければ多いほどダメージが高くなるっていう、そういう感じだから、まあさっきの映像を見てもらえたらわかると思うんだけど、もうフロストノバをね撃っただけでもう周りがバコ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 爆発して一瞬でもう敵が死ぬっていう、まあそういう感じになってますね。はい、っていうところがまあスキルの概要となっています。でパラゴンボードに関してなんですけども、まだまだ僕もちょっと育成中で全然仕上がってないんで、ここら辺またねちょっと完成したら改めてっていう感じでちょっとね、皆さんにお勧めしようかなと思ってるんですけども、まあ基本的にはですね、このアイスフォールっていうのを取りに行けばいいのかなというふうに思いますね。まあアイスフォールなんですけども、これもまたその障壁っていうところを得られますよっていうスキルなんて、まあ火力にね防御のスキルなんだけど、このビルドにおいては、火力に直結しますよっていう感じっていうところが、まあスキルビルドの話になってますね。でレジェンダリーなんですけども、まあそこに関してはまだまだ僕もねちょっと全部仕上げきれてないっていうところがあるんですが、まあこれは必須だよねっていうところは取ってるのかなと思ってるんで、ちょっとそれの紹介をするんですけども、まあメインは2つあって、まず1つ目はこれですね、フロストノバのチャージ量が上がるっていう感じ。これがね1回分追加チャージされるが、チャージ1回あたりのクールダウンが 34% 増加しますよっていう効果を持っています。これなんだけど、まあちょっとクールダウンがね上がってしまうっていうデメリットがありつつも、まあ結構そのクールダウンを回していける、ような感じのビルドになってるんで、まあ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 問題ないかなっていうところと、でまあこんな感じで2回連続して使うことができるようになってます。まあこれの肝はね、1回使った後あと残り1個っていう状態でも、もう1枚目の方のフロストノバの方のクールダウンのカウントダウンが開始し始めるので、まあ結構やっぱ回転率はめちゃくちゃ上がりますね。でこれが結構肝になってくるのかなと思うところで、この移動不能スタンまたは凍結状態の敵に与えるダメージが50何パー増加しますよみたいな、これがあります。これめちゃくちゃ強いっすよ。シンプルに、まあ、このビルドってずっともうほぼほぼずっと敵が凍結状態の時に殴ってるっていう感じを演出している、まあそんなビルドなんだけど、まあシンプルにねもう火力が 58% ずっと上がりますよっていう感じで、見て取れるんじゃないかなと思うんで、これつけただけでかなり火力が爆上がりします。ですいません、2つって言ったんですけども、3つありました。もう1個ありました。このアイスシャードのレジェンダリーなんだけど、アイスシャードが 3,4 回貫通して、その後敵に1回命中するごとに与えるダメージが 25% 減少しますよっていう、これ、まあ、これもねシンプルに範囲の殲滅力とか火力っていうのがめちゃくちゃ底上がるんで、まあ、これもねあればつけてほしいですね。今紹介した3つのうちの2つに関しては古文書の方にあります。まずは今直近で説明したこのアイスシャードに関しても古文書に存在しているんで、これ使っていただければ強くなります。でもう一個はこの制御の化身なんだけど、僕まだこれ解放してないんだけど、古文書で存在しているんで、指定のダンジョンをクリアしてもらえればもらえます。あとはこのまとう風の化身で、これも結構強いですね。まあ、さっき言った通りこのビルド結構機動力っていうところをどこで確保するかっていうのがめちゃくちゃ重要になっていきます。テレポートを入れていないので、その分めちゃくちゃ機動力が落ちてしまうんですよ。でそれをこのまとう風の化身で補うというか、まあ、とにかく足の速さっていうところが結構大事になってくるビルドになっているんで、まあ足とかにこれをねエンチャントしてあげるとすごいいいのかなと思います。というわけで、使うレジェンダリーに関してはそんなものですね。でまあスタッツの重要性っていうところなんだけど、まあ、こちらコアスキルのダメージを上げますよっていうのとか、あとは操作障害状態の敵へのダメージがプラス 25% しますよとか、凍結の敵へのダメージが上がりますよとか、クリットダメージが上がりますよとか、スローの敵へのダメージが上がりますよとか、ここら辺の敵のね状態がスローとか凍結状態の時にダメージが上がりますよっていうのを取っていくと武器は結構いいのかなと思うのと、あとはマナコストの軽減っていうところも結構有効だし、あとはね
結構移動速度っていうところも大事なんで、移動速度アップもね、持ってるとかなり変わってきます。あとはすごい大事なのがこれでアイスシャードのランクを上げるっていうのがすごい大事になってきます。なんでなるべくメインで使うアイスシャードの火力が上がるように、アイスシャードランクプラスのね、スキルブーストを持っている装備っていうのを集めていくといいのかな。まあ基本的にはそんなところを意識してもらえれば、もう本当に思う存分火力出るので、まあぜひちょっと試してみてください。本当にね、前回紹介したヒドラとファイアーウォールっていうのは、まあ自分の自由度っていうところを上げて、あとは自動で HP を減らしていきますよっていう感じのビルドだったんだけど、まあ今回のビルドに関してはかなり自分主体でしっかり殴っていくような感じの形になるので、まあ爽快感はこっちの方が間違いなく上かなと思いますし、やっぱ凍結のね、エフェクトがめちゃくちゃ気持ちいい。だからプレイしている感じの、まあ、体感の気持ちよさっていうのはめちゃくちゃあるかなと思ってるんで、まあこれソーサラーやってるんだったら一回はやってもらいたいビルドかなというところはありますね。はい、まあ結構これ強いと思いますし、現状でもおそらくまあいろんなビルドがあるんだけど、もうティア1、もう一番ね、上のティアに存在君臨しているような感じのビルドなんじゃないかなというふうにはね思うんですよね。なんでまあぜひぜひちょっとね、まあ、資産あるよっていう方は試してみてくださいというところで、今回はこれで終わりたいと思います。この動画良かったよ、参考になったよ、なんか知んないけど最後まで見ちゃいましたよというそこのあなたや、たまたまおすすめや検索からたどり着いたそこのあなた、ぜひぜひチャンネル登録して応援してくれると嬉しいんでよろしくお願いします。このチャンネル毎日ゲーム関連の最新情報とかおすすめのゲーム紹介とか、あとはディアブロ系の情報を頑張ってやってますんで、まあ、ぜひぜひね、応援のほどよろしくお願いしますって感じで、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。